ね、飽きるとね、ちょっと苦痛かもしれませんが、だってもうこの景色はね、ヨーロッパに来るときにね、1週間もね、見飽きたような風景ですからね。まあ途中のレンタカーの車の旅によってちょっと気分転換してまた同じ景色を眺めるというね。でもうまい具合にね、夜だったところを日中走ったりなんかしてるかもしれないのでね、見逃した景色ももしかしたら見えるかもしれませんからね。なるほど、あと1週間ですか。あと1週間です。あと1週間です。もう旅に満足してるね、この顔はね。でもね、もうちょっとね、ゆっくりね、ヨーロッパを回りたかったよね。高速道路ばっかりだったからね。今から考えると全部車の中で眠っていればね、相当節約ができてまた旅に行けると思うね。雪原が広がっております。外は寒そうでございます。そんな景色には目もくれずカメラを見つめております。建物がちょっと見えてきましたね。空はいい天気だね。雪と草と遠くに建物、機関車がすれ違ったね。雪と建物と柵と草、サククサ、車が止まっておりますね。河川が引いてありますよ。線路がたくさんだな。山なんかないような平地ですね。平野でございます。建物がね、かっこいいですね。またどこかの駅どうちゃうするのでしょうかね。こんな雰囲気が漂っています。おそらくこの列車に乗って2日目だと思いますね。おそらく3月28日でございます。来週のこの日は28+7だから35で4日ですね。4月4日が来週なんですね。その日に東京成田に帰るということになりますね。ということは最終的に飛行機に乗るんですね。一体どこから飛行機に乗るんでしょうか。飛行機に乗るならね、モスクワから飛行機に乗ってもいいようなものでございますけどね。さてどこから飛行機に乗るのでしょうかね。空はいい天気だね。単調な車窓が続きますね。また違う時に撮った映像に切り替わりましたね。窓の向こうには雪原が広がっております。テーブルの上に東京が持ってきた大きな目覚ましとマグカップが置いてありますね。窓の外は雪だらけだな。ところどころに草が見えていますね。一人きりの乗り部屋でございます。車
斜面に雪ですね。路面も雪だらけですね。が存在しています。眩しいですよね。太陽が反射しているので、まさおな空、白い雪、雑木林が広がってる。まだここはシベリアではないような気がするんですよね。まだウラール山脈は越えていないと思うので、まだ一応ここはヨーロッパなんじゃないでしょうかね。ひたすら雪の景色が続いていきます。またどこかの駅に到着するようでございますね。見えてるのは貨物列車だけですね。線路が何本も敷いてあります。背の高いちょっとした建物が見えておりますね。木の向こうに煙突のような建物が見えております。文化をね、まとめてまた紹介しましょう。1996年の、ね、2月29日、ウルト市の日に、ね、日本を出発して、3月4月にかけて、ユーラシア大陸往復の旅を紹介していきますね。ヨーロッパで車をレンタカーしてですね、2週間ぐらいぐるっと回って、前回の説明ではですね、ベラルーじゃなくて、ベルギー発モスクワ行きの列車に乗って、ポーランドを進んだところで説明が終わったと思います。その続きでございます。ポーランドの国境を越えると、ベラルーシーという国でございますね。このブレスト。ブレストというところの駅で、車輪を交換するわけでございます。一応ね、時刻表で調べた時刻表がこれなんですけど、もしかしたらちょっとね、正確かどうかわからない。まあ、目安ということでね、ちょっとなんか変な感じになっておりますけど。時差の関係がどうなってるのかちょっとわからないんですけどね。まあ、時刻表上では、これだけの時間。1時間以上かかってますね。1時間30分くらいかかってるのかな。ちょっと時差の関係はちょっとわからないんですけどね。そして、車輪が交換したらですね、そのままベラルーシの国の中を行くわけでございます。ミンスク州、ミンスク市、通ってミンスクの駅に止まって、そしてミンスク州を通り抜けて、ビツェプスク州っていうところを通っていきますね。ボルシャという駅があるんですね。まあ、夜中の1時ぐらいに止まるんですね。そしてそのまま夜通し、ここがベラルーシの最後の駅かもしれないね。ベラルーシ。で、ロシアの駅に入っていくということですね。ロシアのスモレンスク州の、クラスノエという駅があって、そこが国境の駅で、なんかパスポートチェックとかもしかあったと思いますね。そしてそのまま列車が走って、モスレンスクというかなり大きな駅に到着しますが、3時51分、早朝ですね。4時1、まあ、30分ぐらい停車したみたいですね。そしてそのままね、進んで、モスレンスクのビャジュマという駅に泊まったみたいですね。早朝の朝ラッシュの時間かもしれませんね。6時台。そして、モスクワのベラルースキー駅に到着すると。だいたいお昼前ぐらいに、11時17分ぐらいに着いたんじゃないかなと思います。で、あとはモスクワ市内を、ね、自分で移動してですね、地下鉄なんかも乗ったと思いますね。赤の評判には、この時は行かなかったかもしれませんが、ホテルとかに行ったんですね。で、2泊して、真ん中の日はモスクワツアーに参加しましたね。そして、2泊した次の日の、1泊しかしなかったかもしれないな。1泊か2泊、1泊しかしてないかもしれない。1泊して、次の日にツアー参加して、夕方の
列車に乗った可能性がありますね。23時55分発に、まあ、時刻表上ね、こんな感じで2つの時刻表を合わせてやったので、ちょっと、ね、時間がね、あべこべになっているようなところもあります。例えばこういうところね、2つ時刻表があってですね、モスクスワ時間と現地の時間との関係だと思うんですけどね、こっちの時間で書いてるところとこっちの時間で書いてあるところが混ざっておりますね。まあちょっとね、そんな感じですね。そしてですね、ここがモスクワ市、モスクワ州っていうのがあって、そこを通り抜けて、ウラジミール州のウラジミール駅っていうところに、そう、もう真夜中に泊まって、まあちょっとね、ロシアはね、難しいんだ。中央連邦管区っていうところなんですよ、ここら辺はね、モスクワも含めて。で、次の駅から、虹のノブゴロドっていうところ。この州があるのが、ここからがですね、エンボルガ連邦管区っていうところなんですね。しばらくそこを走るんですよね。時刻的には早朝から走って、ボルガー川を越えて、キーロフを通って、バレージノというところを通っていく。キーロフはキーロフ州なんですけど、ウドムルト共和国っていうところがあって、そこを通っていくんですね。まあちょっとここ曖昧なんですね。鎌川っていうところで、ペルミというところに着きますね、夜にね。で、ですね、そして、川を越えていくと、ウラル連邦管区っていうところにこう入っていくんですね。ヨーロッパとアジアの境を越えて入っていくんですね。エカテリンブルクというところに到着するのが、もう夜中の3時ですね。で、明けて6時頃になると、チュメニ駅に到着します。そしてですね、そのまま、イシム川を越えて、LTC 川、そして、オムスク州に入って、オムスク州のオムスク駅に到着いたします。だいたい夕方ぐらいじゃないかなと思うんですけどね。そして、そのまま進んでいってですね、バラビンスク、帯川を越えて、ノボルシービル、ビールスク、富川、そしてマリインスクっていうところを通っていきますね。そちら、ノボシービスク州っていうところに入ってるみたいなんですけどね。まあ、また、日が、次の日の夜っていう感じですね。シベリア連邦管区っていうところに、オムスクから入ってるわけですね。そしてですね、クラスのヤルスク地方のクラスのヤルスク市に入って、行くんですけど、まあ、これは関係ない。お昼ぐらいですね。そして川、エニセイ川を越えてイランスキーというところに泊まって、ニジニウティスクというところに泊まって、夜中にジマというところに泊まって、朝にイルクーツクに到着する。シベリア連邦管区のイルクーツク州ね。で、バイカル湖の南の方ずっと通っていくんですけど、その時にスリュージャンカというところを通っていきますね。そしてセレンガっていうところを通って、ね、セレンガは多分ですね、こっちのね、極東連邦管区のところだと思うんだけどね、ちょっと詳しくわかんない。ブリヤード共和国っていうのがあって、そこにウランディパっていう駅があって、ここからシベリア鉄道とは分岐いたしましてですね、南の方に向かっていきます。ブリヤード共和国っていうところのザグスタイという駅、時間的にはですね、3時ぐらいに分岐して、まあここら辺地獄はわかんない。まあ、小さな有名な駅なのかもしれないね。で、グシーノエとかね、なんていうのなんだろうね、ドゥシダ、シダっていうところを通って、ナウシュキっていうのが、ロシア最後の駅だったと思いますね。で、ここからモンゴルに入っていくという感じですね。まあ、この後はまた次回紹介するということにしましょうかね。